まあ確かにびっくりしましたね。これびっくりだよね。っていうか初っ端でびっくりするじゃん。非常に刺激的で面白いし、監督がやっぱり非常に才能あるなと思いましたね。なかなかこの作りがやっぱりすごいよね。複眼的な作りがね。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はサントメールある被告について語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、なんかこう事件の真実を追っていくみたいな感じかなって、こうチラシとか見たら思ってたんで、なんかおおこういう感じ、びっくりだね。びっくりしました。びっくり、裁判映画だと思ったよね。まあ途中までそうですからね。いや全然違う。途中までも違う。全然違うじゃん。いや途中まで、舞台は裁判か。全然背景が裁判。背景がでも絵に映ってるのは裁判シーンじゃないですか。絵に映ってるのは女性だよね。まあそうですけど、裁判官とね、弁護士と検察官いますからね。まあね。タイトルからしてこれ違うよね。ある被告違うんじゃね。だけどやっぱりそうやって出した方が人が来るからってことですよね。でもなんかさ、もう一人の美しい黒人も出してもいいような気がするんだけどね。そうですよね。あの方の表情とかもすごい。大学教授。僕だったら2人両方出すな。全然印象変わりますね、もし2人。そうなんだよね。で裁判映画かなってやっぱ思うよね。裁判映画って客来るのかね。どうなんでしょうね。俺だったらね、これ「サントメール母と娘の物語」っていうタイトルにするな。なるほど。ですか今の。面白い顔してました。見せない。友達でありそうですね。今の何みたいな。はい、すいません。まあでも私もあるシーンから、あ、これはそういうことなんだっていうのをちょっと思って、まあ確かにびっくりしましたね。これびっくりだよね。っていうか初っ端でびっくりするじゃん。初っ端ね。もうでもね、俺被告っていうことだから犯罪を犯してるわけじゃないですか。ああこれかと思ってちょっとね、初っ端のね、淡々たる気持ち。でもそこでカットが変わった時にちょっと驚くじゃん。驚きますね。どういうことって思うじゃん。まあね。ちょっとわかんないですね。この物語にはやっぱりね、宣伝にミスリードがあるよね。多分これは日本の宣伝だけじゃなくて母国の宣伝もそうなんだろうと思うんだけど、明らかにミスリードを感じますよね、これ。そうですね。映画はどうでしたか。いや面白かったですよ。フェイバリット来そうですか。フェイバリットがもうちょっともう複雑な感情がすごく湧き起こってくるので。なんかいい気持ちにはならないですね。いい気持ちにはならない。すっきりはっきりああよかったとかっていう映画ではないんで。すっきりはっきりはないわね。全くないじゃないですか。そんなに重い映画かな。どんよりいろいろなんだあれはこれはなるほどみたいな、ああそういうことかみたいなのはあるけど、まあね、ちょっとこうやっぱり切なくもなるし。だからフェイバリットって違うじゃないですか。まあね、あなたの場合爽快とか感動とかなんかこうドヨンとしちゃうと、もうそれでフェイバリット感がだんだん下がっていくからね。どこまで下がるかの問題だよね。そうですそうです。それが30本以内にとどまったら、もしかしたらフェイバリットに入ってくるかもしれないけど、爽快感感動のある映画が多ければ落ちていくってことだよね。だけど落ちててもそのあなるほどとかね、まあいい映画だとは思うよね。面白い作りだなと思ったら、ベスト10だったら上がってくるかもしれないよねっていう感じですね。じゃあ竹内さんは。いや本当に面白かったし、ちょっと僕も宣伝にミスリードされたんで、最初のファーストシーケンスじゃなくて、2つ目のシーケンスで3つ目の場面代わりでどういうこと見せてくれたんですね。ちょっとね、だってつまんないでしょ。ということでやっぱりかなりこのなんだろう、見る前にこの、潜在予告編から思っていたその世界観トーンと、違う地平の映画が語られていくのを目撃して、非常に刺激的で面白いし、監督がやっぱりぱり非常に才能あるなと思いましたね、うん、こんなに複合的な映画にするって、うん、やっぱりこの監督の才能は並じゃないなっていうふうにすごく思いました。なかなか日本でこういうタイプの映画ってないような気がするよね。まあやっぱりこう日本人のバックグラウンドとやっぱりこの監督とかね主人公たちのバックグラウンド全然違いますからね。もちろんだけどその映画の物語としてはさ、うん、当然その、うん、なんだろうバリエーションとしてあってもおかしくはないじゃん、うん、でもあんまり見たことないよねこういうのはね、うん、ある男とかちょっと近いんですかね。ある男、ある男ってなんだ。いや違うでしょ。違うか、うん、うん、あ違うと思うな、うん。まあでもかなり複雑でしたね。複雑というよりも複合、複眼、うん、なんつうんだろう、うん、複雑複眼、うん、なんかどっちかと錯綜してるっていうか、うん、っていうかマルチ視点というか、うん、なんだろう深いというかね、うん、なんかいろんなものがぶつかり合ってて、うん、ここにこういうものができてるみたいな。それは日本人的にはそんなシチュエーションあるのかなって。まあもちろんしかも論理的にして感情的、うん、感情的にして論理的、うん、さらにそのなんだろう非現実的なところもちょろっと出てくるしね、うん、あれは分かんないからね、うん、そう言われちゃう、ね、どんなこと言ってんのかなね、暴れしますよサントメール母と娘の物語。バイ竹内真治ですね、うん、これ配給会社さんのタイトルとは全く違いますからねいやそうじゃ今のコピーだと思ってください。僕がつけた、うん、母と娘の物語。しかもこの母と娘が幾通りにも出てくるのがすごいなと思った、ね、こんだけ違う像の母と娘をしかも多分見てる人のバックグラウンドの母と娘の物語も引き出してると思うのよ、うん、T さんの多分母と娘も引き出されたと思うんですよ、うん、そうですね、うん、しかもカットの挟み込み方、うん、あれもさ、うん、びっくりするよねちょっと、うんうん。俺まず最初にほら子供を抱いたね女性が海のね真っ暗な、うん、である被告だから、うん、まあ当然これが主人公だろうと、うん、で女性と子供だったら、うん、あの女性が子供殺したんだなっていうのは分かるよね、思うじゃないですか、うん、ところが裁判シーンになると無実を申し立てますと。どういうことってそれさすがに無実ぶりじゃねえとか思って裁判者として見てるから、うん、でも明らかにもう最初のショットの次のショットで、うん、主人公は実はこっちですよっていうのを映画が示すじゃないですか。そこでまず驚かない。まあね、主人公こっち教師の方になって、っていうことは何これの教え子かなんかなの。だから俺はその教授がこの事件を紐解くのかなって思ってたんですよ。あ、そういう考え、うん、俺はねなんかこの人の教え子なのかなと思った、うん、それは全然思わなくて、うん、あの人が何かの原因っていうかこう理由でそこに取材に行かなくちゃいけないみたいなことを言ってるじゃないですか、うん、彼氏にね、うん、だから彼氏あれは旦那さんなのかな。いや旦那だよ、旦那だけど、うん、そうじゃなくて家のパーティーの中で、うん、月曜日はお母さん連れてってくんない？いや出かけなきゃなんないから、うん、つって旅行行くわけじゃん、うん、どこ行くんだろうと思ったらこの裁判に行くわけじゃん、うん、でっていうことは僕はまだこれきっとなんか教え子の一人なのかなって思ってたら、うん、全然そうじゃなくて、うん、彼女の多分新しい新刊のネタに、うん、その裁判を使おうとしてるっていうことが、まあ、だんだん上がってくるんですね。だからそもそもこれ実際にあった事件らしいですからね。そうなんだ、うん、でしかもさはっきり言ってもちろんその事件自体重要なんだけど、うん、実はこの映画のテーマってやっぱそのセネガルだっけ、うん、から出てきた出てくるというねそのフランスにやってくることの一つのその見方というか立場と、うん、それぞれの母と娘、うんの像を描いてって、うん、あなたはどう思いますかっていうだけの映画じゃん、うん、まあだけっていうと問題だけど、しかもその母と娘もそうだし、うん、そこに置かれてるね、うん、宗教観とか、うん、差別とか、うん、男女の性差とか、うん、いろんなものが絡んでくるじゃないですか。この監督が多分抱えてきたいろんなことどもを、ね、映画の中に溶かし込んで描いてるわけだよね、うん、だからそのサントメールに来る時スーツケースガラガラ引くじゃないですか、うんうん、あの時結構いい身なりなわけですよ、うん、でそれパンフレットでもおっしゃってて、うんうん、その時のこう視線とか感覚がやっぱりこうすごくこうビビッドに描かれてるっていうか、バックグラウンドに。ちょっと待って、その、うん、トランクを引きずってくるのは誰ですか？教授でしょ。あ、それを言ってるわけね。そうそう。いや、わかんないんだもん、あんたの教授がね。ちょっとだから今教授がサントメールに来る時にね。でそれは彼女自身が今置かれてるフランスでね、こういろんな差別偏見で、まあ孤独感みたいなのがちょっと暗喩されてるわけだと思うんですよ。そうですね。それはあると思う。つまり彼女は割とフランスで成功した知的レベルの高い大学教授というステータスのある職業を持っているけれど、多分お母さんはセネガルからやってきて、まあある意味2世なわけだよね。財閥2世なわけじゃない、うん、でそういう立場で、しかも多分今までいろんなこう目にさらされてきて生きてきた、その多分あれをそこの来るだけの間でも感じてるよね、うん、あとやっぱりそのお母さんとの軋轢、うん、お母さんとやっぱりどこかそのなんていうのかな、馴染んでないというか、うん、子供の頃に、まあ、虐待とは違うんだけど、ネグレクトとも違うけど、どうもその感情の行き違いがある。例えば多分あれは所長だと思うんだけど、うん、所長で帰ってきたショットとかも一瞬挟み込まれてきたりするじゃない、うん、でもお母さんなんかアイロンしながらなんか怒ってるだけでも声は一切聞こえない、うん、説明なしでポーンとそこにカットを放り込んでくる、うん、あれはまたすごいよね。そうですね、編集も、うん、そうやって少しずつその、主人公である大学教授の母と娘の関係、母は多分セネガルから出てきて、それこそ大変苦労して時代感もあるだろうしね。で今自分は成功してるけど、やっぱりそういういろいろな目で見られている。しかも逆にそのセネガルのお母さんに、別のお母さんに、うん、あなた生まれはどっちなのみたいなことを聞かれたりするわけだよね。まあだから彼女にとってはセネガル人でもない、フランス人でもない、まあフランスで生まれ育ってるけど、それだけその根ざしたものを感じてない中で、でさらに途中で分かるのが彼女は妊娠4ヶ月であるってことだよね。これがまた効いてるよね。ここでまた新しい母と娘の物語が紡がれてるわけだよね。で一方裁判は娘を放置して海で、死なせてしまった母親の裁判であるわけで、で彼女このね、その裁判を受けてる彼女自身がセネガルから、まあ、フランス語をすごい勉強して、うん、もうネイティブみたいなすごい話し方もすごい流暢なんだよみたいなね、で大学に行こうとしてるわけだから、まあ行ったんだよ。だけど学士取ってませんとかね。えだから、うん、途中でだからお金を、お父さんから受けてたわけだけど断ち切られちゃうわけで、うん、しかも、まあ、彼女はどこまでなんかやっぱり結構その場限りのことを言ってるように観客には受け取れるので、うん、嘘なのかその場限りなのか、うん、ちょっと分かんないけれど、うん、その学士をそれで受け取れないっていうのは知りませんでしたって言い方をしてるんだよね。だけどまあ途中でその政治じゃない法学から、哲学に変わったんで、お父さんに断ち切られてしまうわけで、うん、だけどね、セネガルから出てきてフランス語が流暢にしゃべれて、うん、哲学を学ぼうとする、うん、まあ結構理知的な女性なはずなのに、うん、なんで娘を殺しちゃったのかなとか。でも教授は言ってたじゃん、この主人公の教授と違う、彼女を教えた教授は、うん、まあ彼女は流暢にフランス人のようにフランス語をしゃべるのに書くと全くダメなのよみたいなね、うん、あれがまたすごいよね、うん、だからすごいやっぱり差別されてる。そうなの？つまりさ、お母さんによっていや言葉はすごい叩き込まれたけど、やっぱりその論理性で書く文章はそこまで追いついてないってことは、教授の言ってることは間違いじゃないと思うんだよね。そこに彼女の挫折の一因があると僕は思ったけどね。でもほらセネガルにしてはみたいな雰囲気はすごく俺は感じたんで、もちろんそれもあるけれど、うん、でも事実上彼女は流暢な語りほどはものは書けないっていうのは多分明らかだと思う。セネガルって公用語はフランスみたいな、ね、フランス語、っていうことは喋れるのはやっぱり皆さん喋れるんだろう。でもそのフランスのように喋れるかどうかはお母さんが厳しく叩き込んだからっていうふうに映画の中で言ってるよね。でもその辺も本当はどこからどこまで本当かもちょっとちょっと待って、何のどこからどこまで、結局彼女が証言してることが、うん、どこからどこまでが本当かが見てる俺からするとちょっと分かんなくなっちゃうんですよね。だってまずその子供は殺したんじゃないのって思って見てるから、うん、無実ってどうなのってさっきも言いましたけど、うん、そこがまず出発点になってるんで、呪われてたって言ったよ、呪術とか言ってますからね。で弁護士もこれを持ち出すとちょっとまずいんですけど、うん、みたいなことで、でも彼女は呪術って言ってますみたいなね、いやこれ言われちゃうとみたいなね。 でもそこでね、そのフランスをまあ舞台にしてますけど、うん、西洋の文化とアフリカの文化の違いとかがぶつかってんだろうなとかは見てる方は思うじゃないですか。でもそれはどっちが正しいかっていうのはなかなかこう立ち位置によって視点も違ってくるなと思うんですよ。しかもそこはあんまり重要じゃないと思うんだよ、映画にとって。そうですね。でっていうのは、うん、途中で俺分かったのは、うん、裁判のこう、うん、検察とかいろんな証言に音楽がかぶってくるじゃないですか。あ、そうだったっけ。うん、音楽がかぶってくるんですよ。で、そのこっちで喋ってる言葉がちょっとトーンが下がってくるわけです。だけど日本語字幕だからちゃんと字幕が入ってるけど、みんな聞き取れてるのかなっていう。普通に映画見てるフランス人だとすると、あれだんだんこっちはどうでもよくねってなってるわけですよね。どうでもいいことなの。だから裁判はどうでもいいんだっていうのが、裁判を描いてる映画じゃないからっていうのが俺はそこで分かったんです。あ、そういうことか。まあもちろんその裁判は舞台にはしてるけれども、重要ではあるけれど中心に来てることじゃないんだよね。でも裁判自体は面白く見てたから面白いよね。えって思って。でもあれはやっぱりその母と娘を描くことを見せるためには裁判を描かないと母と娘の関係が分かんないわけよ。その彼女を軸として、このここに立っている彼女を軸として彼女と彼女のお母さん、そして彼女と彼女の娘という2つの母と娘の関係がやっぱり裁判を通して見えてくるわけで、それが主人公である作家であり大学教授の彼女に引き比べてくるというか、体の中にこうしてくるわけで、で途中まで我々は知らされてなくて、なんかいきなりベッドの上で腹さすり出して、これは何だろうと思うと、あ、子供か。あのショットもなかなかずっこいんだよね。俺ね、あとちょっとねゾクゾクっとしたのは、うん、その裁判のシーンで、うん、ロランス・コリー被告のね、うんうん、コリーがラマと目が合って、うん、ニヤって笑うじゃないですか。あれがこれどういうことだと思って。だから あそこでもうラマもなんかおどけが振るってるっていうか感じ取ってるわけじゃないですか。あなたは母になるのよ的な。いや、あとやっぱり明らかにそれ最初にさ、そのなんだっけ、そのロランスのお母さんがね、その主人公の大学教授ラマに声をかけるじゃん。明らかにもうほら自分たちの肌の色でそこから来た人、そこ出自の人っていうことはお互い分かるわけじゃん。だから当然、目を見交わすわけだし、声もかけられるし、精神的などこかでつながりがあるっていうのを、多分監督は感じてるんでしょうね。だからそれを表現してんだと思うんだよね。だから結局そのアフリカ出自で出てきた人間の母と娘の物語っていうのが端的に言えば、そういうことを言ってる映画だと思うんだよね。あとは感じ取るのは人それぞれだけどね。でもほらはっきり分かんないように描いてないから。しかもほら裁判の行方もよく分かんないし、だって結論決心はいこれでっていうのは出てないですからね。もう結局そこは有罪か無罪かなんか、まあどうでもいいんだよ。裁判の結果を描いてる映画じゃないからね。でも裁判の映画として見てた人はすごいモヤモヤする。もし裁判の映画としてこれ見てた人はちょっとかわいそうだね。なんだこれって結局どうなって有罪なの無罪なの。だからこれ主人公は明らかにラマだから、まあそうですよね、なかなかこの作りがやっぱりすごいよね、複眼的な作りがね。これですか、テイさん、これはテイさん、これはそうですね、やっぱ複眼的ですよね。こういろんなテーマがいろいろあって、こうちょいちょいそうやってラマですよね、ラマが外出た時に、その白人の人たちがなんか、クラブミュージックみたいな道でなんかクラブみたいなことしてる中をすごい険しい顔でこう抜けていくところとか、なんかいちいちそういろんなテーマを差し込んで、うん、でその間のつなぎでそのおかしな音を差し込むとかあれはなんだろう、あれはあれか、いやセネガルの現地の音楽なんじゃない。そうなのかな、うん、ただそれだけなのかな。不穏な感じを感じます。でもね、俺その音楽はねすごい心地よくいろいろ出てくる音楽は全部ね気持ちよくて、だ特に自分が言ったその裁判のこっちの証言がどんどん小さくなって変わってくる音楽、あのところの音楽はねすごいいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよね。あれは本当 CD が欲しいなと思うぐらい。俺はあれ酸欠いた時の音なのかと思っちゃったけどね最初。でもすごいやっぱりセンスがあるから違和感がないんですよ。なんかすごかったねいちいち。なんかしかもそれで最後締めが最終弁論というか、弁護士の方が言うじゃないですか。永遠もうなんか身ごもった時点でっていう感じで、すごいですよね。もうあれがズーンってきますよね。なんかでもあれ良くも悪くもすごいいろんな解釈ができるなって思いました、あの言葉。ちょっと無粋なんですけど、ロランス・コリーはなんで殺しちゃったんですかね、子供。だから魔が差したんでしょうね。苦しかったって。愛してたのは間違いないじゃないですか。もちろん娘のこと、娘なのかな。でもやっぱり苦しかったんだと思うけどね。でもしかしたらそこの時に魔が差したその精神の感情が本当にこの呪われたような状態だったのかもしれないし、それを呪術と言ってるってことですよね。それを呪術って言い方をしてるのかもしれないし、いや本来は本当に苦しくてその究極的に苦しい中でついその波打ち際に娘を置いただけなのかもしれない。まあそこも全部描かれてないからね、類推するだけなんだけど、そのだから魔の刺され方がやっぱり多分彼女をしてものすごく後で後悔させてるのかもしれないから、自分で自分にあれは呪われたって言い聞かせてるのかもしれないし、これはもうどうとでも取れますよね。まあ周りが多分ひどかったんでしょうね。特にリュック・デュモンテ、グザビエ・マリ演じるあいつ結構ひどいよね。どうなんだろう、これも本当はどうかわかんない。子供できちゃったからそうなったのかな。どうなんだろう、これもちょっとよくわかんないよね。結構老けてたよね、50いくつの割には。とても我々よりも年下に見ないね。日本人より白人の人は結構年取って見えちゃうから。そうなの、56歳かなんかの設定だったと思うんだけど、実年齢65歳みたい。あ、だからか、わざとそういう人を56歳のその役にキャスティングしてるんでしょうね。非常に刺激的な複眼的な映画で面白いですね。しかもほら見終わった後にはっきりだからこういうことをね僕は受け取ったんだっていうよりも、ぼうようとしたこういうなんかね、大きなこうなんかこう形のない物体のようなものを受け止めた感じがするので、はっきりとこの鑑賞感を自分の中でもこうだっていうふうにこうちっちゃくできえない感じがものすごいする映画だったね。だから監督は見事ですよね。いやこのねこうすごい大きなこうねゴツゴツした玉のような物体を預けられてもなーみたいな感じがしてしまう映画だったね、すごく。T さんはどういうふうなこう受け止め方をされましたか、それ。なんかでも前に見た邦画の母性。あ、母性。なんかやっぱ母性って。母性っていう言葉だけじゃないですけど、これはなんかすごく得意なものというか特別なんだなってこれを見て思いましたね。なんかでもあと竹内さんおっしゃったみたいにチラシがこの被告人だけじゃないですか。だから被告だけね。そう、被告だけだからなんか彼女の映画だと思って見ますよね。彼女の映画イコール裁判の映画って思う。まあ思うよね。そういう狙いですよね。多分ミスリードだよね完全に。しかもほらタイトルある被告だもん。そうなんです。全然ある被告どうでもいい話じゃないこれ。しかもなんか彼女が中心の映画っていう感じの見えるよね。に見えますよね。全く違うのに驚くよね。主人公ラマですから、ね、ラマだから。それはパンフレット作ってても当然お分かりになってるので、ラマが一番上に来てますから、裏には裏にはいるし、ここにもいるんだけど、これだとさ、なんかこのじいさんと、そうなんですよ、なんか弁護士と裁判官と裁判長と4人いるから同等だよね。でもこの人が主役なんだから不思議だよね。どうですか、何がこの宣伝。まあ俺はやらないと思うけど、さっきもおっしゃってたけど、そのラマとコリーをどっか並列するんじゃないかな。でタイトルはまあ、サントメールを使うならサントメール母と娘の物語とか、母と娘とか、でもそれ娘出ないじゃないですか。出てるじゃん。いやちょっとアートワークでは出てるじゃん、娘だ。あ、まあそういうことね、こっちの娘ではなくて、さっきから言ってんじゃん、母と娘という関係が6個ぐらい出てくるでしょ。だからこれも娘だし、ラマも娘じゃん。まあそうですね。でラマも母だし、彼女も母だから両方出てるじゃん。なんか殺された娘しか娘としか見てないのが全然複眼じゃないじゃん、そうしたら。母と娘の物語だとあんまり見に来たくならないかも俺は。やっぱ裁判ものの方が多分もともとサコさん見ないよこの映画。いや笑うじゃなくて本当に確かに、俺シネマサロンでやんない限り絶対見ないじゃん。まあね、俺は母と娘って見ないよ。いやある被告だって見ねえよあんたは。ある被告の方が見やすいかも。でも見ないの、シネマサロンで選ばない限り見ないの。これあれだよ、課題作から外れたら絶対見ないから。絶対は言い過ぎでしょ。いやいや、でみんながね、また「金丸少年」とかがさ、なんで竹内さんが見たのに佐合さん見ないんですかみたいな話になって「うん見る?」みたいになってやっと見るじゃん。それちょっと思ってたのと違いまして、それちょっと違ったですよ。それ元あなたの同僚じゃないですか。全然違う人ですよね。 P さんですよそれ。ああ面白いね。 P さんそんなこと言うんですね。 P さん T さん、あ T さん T さん違うよ。ええでしょ。いっぱいいるんですね、そういう人が。そういう人がいるんですよ。宮崎アニメ出てきそうな人。いやだからまさかこんな映画だと思わないから、ちょっとやっぱこう見た後にみんななんかこうはてなはてななんだろうね。しかもこれやっぱほら裁判映画好きな人いるじゃないですか。佐合さんじゃないけど、ある被告だから見に行った人はなんか違くないって思うと思うんだよね。そこはどうなんだろう、みんな消化できるのかな。西川美和監督、西川監督はこの作品の人種的、社会的、歴史的、言語的な背景の複雑さの多くを日本に暮らす私が読み解くことは難しいけれども、子供を持つということにの決して語られざる絶望、多くの女性を飲み込む洞穴のような孤独という点において、この映画はあらゆる世界をつなげる細くて強い意図を持っている。普遍的な部分だよね。竹内さんおっしゃってたことですよね。みんな誰が見てもそう思うから。バックグラウンドは違っても、でもすごい普遍的なものと娘はすごい監督が抱えてきたやっぱりその民族的背景、社会的背景っていう固有なものとまあ交差してる映画だよね。だからこそ非常に複眼的な映画になってると思うんだよね。これがもしこのさ被告がまあ仮に子供を置いてきた白人の地元のだから、フランス人の女性だとこれまた視点は変わってくると思うんだよね。ここまで複眼的な映画にはならないと思うんだよ。これがやっぱりすごいとこだと思うんだよね。やっぱり西川さんのコメントはさすがだな。いやみんな思うって。でもそれK 元アナウンサー全然ダメなんだ。それは男性と女性もあると思うんだよね。これはやっぱり多分より女性の方がなんか感じる余計なものを描きやがってっていう気持ちはあると思うんだよね。だって実際にあった事件でその裁判の話っていうコメントしかされてないから寝ちゃったんじゃない。いやこれ誰が見ても2シーン目で、あこの映画ちょっと思ってた映画と違うなっていうのは絶対みんな思って、しかもさ3シーン目でさその母親の家に行く主人公ラマっていうところでほぼもうこの映画のテーマはもうそこで一回出されてるからね。でさらにそれを複雑に観客の体の中に忍ばせ刺すためにいよいよその裁判が背景として出てくるわけだよね。でさらに実はその娘という観点で我々は見ていた主人公のラマが母という観点でも見ざるを得ないことに途中でみんな気づくわけよ。でここで視点が変わっていくわけだよね。でしかもある被告である人も最初は娘を殺した母親だと思ったら、いやこれはもう母がいて自分も娘だっていうことが分かってくるということで、複眼的な描き方でありながらその主人公たちの立ち位置も見ている観客が変えていく映画でもあるわけだよね。しかも見終わった後にそうしたその大きなゴツゴツした岩のような大きな何かをなんか飲まされたような、はっきりね四角にまとめられた何かをもらうんじゃなくて、ぼうようとした形のない大きなゴツゴツした岩のような大きな丸のようなものをこうなんかいきなりこう投げられても、いやいや受け止めきれませんからってことになるよね。そういう映画だと本当に思いました。なんかセリーヌ・シヤマ監督はね、これは私たちの時代のジャンヌ・ディエルマンだって言ってる。なるほどね。まあそれはセリーヌ・シヤマならではのコメントだと思うけど、面白いね。いやすごい映画だよね。これやっぱアリス・ディオって人はすごい人だなと思った。しかも多分今まで自分が抱えてきたいろいろな問題をちゃんとその消化させてんのも見事だと思うし、だから個人的な背景もきちんと映画の中に溶け込ましながら、こんだけ普遍的なものと固有なものをね題材として取り入れ、しかも複眼的なその立ち位置の違い変化みたいなものも描いていて、で観客にその大きな形のないゴツゴツした楕円みたいなものをさ岩のような投げつけて終わりにするこのすごさどうこれ受け止めればいいのって感じだよね。思わない？だってこれ多分我々よりもそのなんかやっぱ子供を抱える母親のが受け止めた場合、もっとこれは切実なもんだと思うんだよね。これなかなか妊娠してる人が見たらあんまり良くないんじゃないかな。胎教には良くない。胎教には。もうそのぐらいだからその描き方が、だってもうほらコリーに微笑まれたら怖いでしょ。妊娠してる人はあれは怖いよね。何だったんですかねあの映画。まあそれは観客の受け取り方次第じゃない。いやーすごい映画だったね。これもだからあれでしょ、ベネチアの銀獅子審査員グランプリ、すごいな。これがしかもフィクション1作目ってすごいよね。いかに今までそのドキュメンタリーの、中で自らのそう描きをね連磨してきたかっていうのはこのフィクションの1作目を見ればまあ分かるよね。すごいね、ほんと大した映画ですよ。まあ、じゃあこれフェイバリットかっていうとなかなか難しいよね。なんか30本の中には当然残ってきそうな感じもするけど、まあフェイバリットかって言われちゃうとね、いやクロスじゃないけどさ、どっちかといえばどっちなのっていう感じだよねもう本当にねどっちかといえば選ばないかな。いい答えだいやなかなかこれはでも、しかも皆さんのコメントもね、ぜひ聞いてみたいなと思いました。それね面白かったってコメント。いや面白かったよ。でも多分これ見た人によって受け止め方やコメントは全然違うと思うんで、皆さんのコメント読むの楽しみだな。これ面白かったな。ということで本日はサントメールある被告について語ってまいりました。こんなにこれ見る前こういう映画見ようと思って行ったのに違うもの見せられて、皆さんどうなんだろう。そのギャップどうでしょうね。いや結果的にすごい映画を見たから全然僕はねいいんだけど、でもなんかこういうものが見たかったって人にはちょっとね結果どうなったのみたいな、なんで判決言わないのみたいな、裁判映画じゃないのって人もいるんじゃない。有罪なの無罪なの本当に、という映画ではなかったようですね。すごかった。はい、サントメールある被告面白かったです。面白かった。はい、どうもありがとうございました。